ジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。分かっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を言うか、さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。仕上がれ。なにゃなにゃなにゃ。覚悟しやがれ。
てベジータ。俺を このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めれば、いつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。うわフリーザ様。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。